鉄板人形といえば、手足の粘着ゴムで張り付き、不規則な動きで移動していく人形であるが、果たして等身大鉄板人形を高層ビルから落とすと、一体何メートル進むことができるのか。今回検証の舞台となるのは、ビル全体がガラス張りになっている高さ110メートルの秋田市ポートタワーセリオン。そしてこちら、通常の鉄板人形、日本人の平均とされる身長170センチ、重さ70キロに改良し、等身大鉄板人形を製作した。頑張ってください、高さ。ちゃんとあれくっつくんですね、やっぱりね。この後第2弾そうですね。おお、等身大鉄板人形は5メートル進んで落ちた。